こんにちは、柴戸です。今回ですね、先日購入したこちら Zoom G11、 音の動画はこの間1本上げさせていただいたんですけれども、こちらに関しまして結構いろいろ質問いただいたんですけれども、その中でも多かったのが、使いやすいですかとか、使い方は簡単ですかというような質問が多かったので、今回はですね、操作方法というわけじゃないんですけれども、こういう風な感じで使えますよっていうのをやっていきたいなと、それをご覧いただいて、あ、これだったら私も使えるとか、ご自身で判断していただけたらなという風に思っております。ではモニターを見ながら音の出し方や作り方をやっていきたいと思います。音の出し方なんですけれども、このね、上の3つどれかを押せばですね、もう音は鳴ります。例えばプレイバイパッチメモリー、もうこれで音鳴るんですよね。でパッチの切り替えはこちらですね、これで上下できます。そしてバンクの切り替え、こちら数字ご覧いただいたら分かると思うんですけれども、4つずつですね、動いてますね。1つのバンクに4つの音が入っております。でこのスクロールはですね、最大9個までエフェクトが並べられるようになっていて、5個しかフットペダルがないので、スクロールして9個のエフェクトを踏めるようにするという風な機能になってます。では続いてプレイバイエフェクトボード、これがさっきのスクロールですね。ここが可視化されて、何のエフェクトが並んでいるのかっていうのが一目で分かるようになっております。そしてここがですね、2つはみ出てますよね。なのでモジュレーションディレイを使いたいという時はこうで、リバーブのオンオフができるようになるというふうな機能です。でまあ僕はですね、このプレイバイバンク、こればっか使ってます。例えばですね、これ自分のバンクなんですけれども、ジルチーチ、これがメインの歪み、そしてこれがソロ用で、クランチ、クリーンというふうに分けております。でバンクを変えるときはこう押して、メインの歪みは一緒なんですけれども、ここがワーミーになってます。さっきのバンクだとここがですね、ワウになってるんですよね。ワウになってるんですけれども、これでバンクを切り替えるとペダルがピッチシフトになっているという風な感じですね。僕はこのプレイバイバンク、こればっか使ってます。で続いて音の作り方いきましょうか。エディットオール、これですね、これでゼロから作れるんですが、まずはパッチを変えましょう。ここにしましょうかね。エディットオール、こういう風に並んでいて、ここに何のエフェクトを入れていくかっていうのを選んでいきます。まずですね、じゃあ一番左はペダルを置こうという時は、このペダルボタンを押します。そしてボリュームペダルで、ワウで、ワウが3種類入ってますね。でピッチシフトとか、あとペダルでドライブの加減を変えれる。でディレイの深さを変えたりしますね。ここは普通にワウでいきましょうか。で OK と。そしてここにはじゃあね、歪みを置きましょうと。歪みを置きます。ドライブですね、チューブスクリーマー、いろんなドライブ入ってるんですけれども、ラット、じゃあラットにしましょうか。こちらラットのモデリングです。そしてオフにしておきましょうか ね。でここに、そうだ、もうアンプを入れなきゃなというふうな時は、このアンプをこう持ってくるわけですよ。アンプを持ってくると、でアンプを押したらここで選べるようになります。じゃあマーシャルにしようと。 OK。
で、セッティングはここですね。EQ がここについております。ここがベース、ミドル、トレブル、プレゼンスと。で、ボリュームですね。アンプのオンオフはこれでできます。今までのズームのエフェクターはアンプがここに並んでたんですけれども、別軸になってます。なので、エフェクト9個の中にはアンプは換算されていません。アンプ以外で9個並べることができます。ただ、キャビネットはですね、エフェクターのところにありますので、これですね、選びますね。マーシャルで OK と、こういうふうな感じになります。そしてモジュレーションを入れていこうと。じゃあ何でしょうか。ここにフェイザーを入れると OK。 全部最初オンになってるんでね、この辺はオフにしながらマーシャルだけオンにしておきましょうかね。じゃあディレイを入れると、いろんなディレイが入ってます。さすがズーム。アナログのディレイにしましょうかね、今回は。そして最後にリバーブを入れると。結構ね、ライン録音の時はね、リバーブあった方が全然響き感が違いますからね。この辺はおしっぱでいいと思います。ここはオフにしておきましょうか、というふうな感じで、もう出来上がりですね。これでご覧いただければ、こういうふうなエフェクターが、ボードが完成いたしました。もうすぐですね。すぐ作れますね。そしてネームを変えましょうか。ここでネームを変えれます。これもね、非常に使いやすくなりましたね。ここで、というふうな感じでネームつけるのも簡単です。というふうな感じでですね、サクッと音が作れます。で、その他機能いきましょうかね。これはリズムマシーン。リズムが、いろんなリズムが入ってます。これに合わせて弾くことができるんですけれども、これでプレイでオフで、テンポはここで、こういう風な感じですね、変えれます。そしてこっちがルーパー。ルーパーもですね、ここで取ってでオフにすると。そしてここでですね、小節数変えれます。録音する小節数が変えれます。まあ、ルーパーの時僕はね、いつも16ぐらいでやってますね。まあ、基本的に音鳴らしたり作ったりするっていうのはもうこれぐらいで十分じゃないかなと。非常に簡単ですね。大きい画面で操作もしやすいと。そしてフットのスイッチもたくさんあるので、ライブでも活躍できますし、僕は今タクログメインで使ってるんですけれども、非常にいい音です。次回ですね、また音に関しての動画作っていきたいと思っておりますので、楽しみにお待ちください。